アポトーシスに関わるシグナル伝達経路の概要。細胞肢は生体細胞がその機能を果たさなくなる現象である。これは古い細胞が死んで新しい細胞に置き換わるという自然なプロセスの結果の場合もあれば病気や局所的な外傷あるいは細胞を含んでいる生体の死などの 要因によって生じる場合もある。アポトーシスおよびオートファジーはどちらもプログラム細胞子であり、ネクローシスは感染や障害の結果として起こる非生理学的プロセスである。プログラム細胞子とは細胞内のプログラムによって引き起こされる細胞子のことである。PCD は制御されたプロセスで行われており、通常生物のライフサイクルの中で利点がもたらされる。 例えば、発生中の人肺における指と足指の分化は、指の間の細胞がアポトーシスすることで起こり、指が分離される。PECD は、植物や構成動物の両方で、組織形成において、基本的な機能を果たしている。アポトーシスに伴う形態学的変化アポトーシスは、多細胞生物で起こり得る、プログラム細胞子のプロセスである。生、科学的現象は、 特徴的な細胞の変化と死をもたらす。これらの変化には、ブレブ形成、細胞収縮、核断片化、クロマチン凝集、染色体 DNA の断片化などがある。現在では、発生過程においては、細胞は積極的に自殺するように誘導され、一方、工場性維持の観点からは、ある種の生存因子の欠如が自殺のきっかけとなると考えられている。 これらの自殺経路の形態や生科学にはいくつかのバリエーションがあるようで、あるものはアポトーシスの道をたどり、あるものはより一般的な血質の道をたどるが、どちらも通常は遺伝的及び総合的に動機づけられている。エンドヌクレアーゼ活性化のようなアポトーシスのある種の兆候は遺伝子化スケードに関与せずに偽装的に誘発されるという証拠がいくつかあり、 おそらく真のアポトーシスやプログラム細胞肢は遺伝的に媒介されなければならない。また、有意と分裂とアポトーシスが何らかの形で切り替わったり連動することや、そのバランスが適切な成長因子や生存因子からのシグナルに依存していることも明らかになりつつある。オートファジーの現象例、オートファジーは細胞室内に大きな液泡を形成し、 核が破壊される前に特定の順序で細胞小器官を食べ尽くすことを特徴とする。マクロオートファージーはしばしばオートファージーとも呼ばれ、バルク細胞質成分や異常なタンパク質凝集体及び過剰または損傷した細胞小器官をオートファゴソームリソソーム分解するイカプロセスである。オートファージーは一般的には 栄養素不足の状態によって活性化されるが、発生、分化、神経変性疾患、ストレス、感染症、癌などの生理学的プロセスや、病理学的プロセスにも関連している。プログラム細胞子の他の経路も発見されている。ヒアポトウシス性プログラム細胞子またはカスパーゼヒーゾン性プログラム細胞子と呼ばれるこれらの代替的な種経路は、 アポトーシスと同等の効率を持ち、PCD のバックアップ機構としても、使用形式としても機能する。このようなプログラム細胞子には、アポトーシスの誘導以外は、ほとんど同じである、あのイキス、眼球に、排他的な細胞子である角質化、興奮毒性、鉄依存性の細胞子であるフェロトーシス、ワーラー変性などがある。植物細胞は、オートファジー細胞子と同様に、 特定の PCD プロセスを経る。ただし、PCD に共通するいくつかの特徴は、植物と構成動物の両方で高度に保存されている。活性化誘導細胞子は、ファス受容体とファスリガンドの相互作用によって引き起こされる、プログラム細胞子である。これは、特定の T 細胞受容体が繰り返し刺激される、ことで発生し、 末梢免疫関与を維持する働きがある。したがって、このプロセスが変化すると、自己免疫疾患を引き起こす可能性がある。言い換えれば、エクドは、活性化 T リンパ球の負の調節因子である。虚血性細胞子、または、腫瘍症は、偶発的あるいは受動的な細胞子の位置、形態であり、しばしば致死的な障害とみなされている。このプロセスは、 ミトコンドリアの主張、細胞質の空方形成、及び核と細胞質の膨張を特徴としている。分裂器細胞肢は、細胞があり糸分裂へ入るのが早い、または不適切なことに起因する細胞肢の一種である。これは、電離放射線や他の多くの抗がん剤治療にさらされた、癌細胞の最も一般的な細胞肢の様式である。免疫原性細胞肢、または、 免疫原性アポトーシスは、アントラサイクリン系薬剤、オキサリプラチン、ボルテゾミブなどの一部の細胞分裂阻害剤や放射線療法、抗線力学療法などによって引き起こされる細胞死の一形態である。ピロトーシスは、炎症性の高いプログラム細胞死で、細胞内病原体の感染時に最も頻繁に起こり、 骨髄系細胞の抗菌反応の一部を形成すると考えられている。エッシまたはエッシ性細胞子は外傷や感染などの外的要因によって細胞がひどく損傷した細胞子でいくつかの異なる形態で発生する。エッシでは細胞が主張し、続いて細胞膜が無秩序に破れ、細胞の内容物が排出される。 これらの細胞の内容物は、しばしば近くの細胞に炎症を引き起こす。プログラム細胞子の別の形態として、ネクロプトーシスと呼ばれるプログラムエシが認識されている。ネクロプトーシスは、ウイルスや突然変異などの内因性、または外因性の要因によって、アポトーシスのシグナルが阻害された場合に、アポトーシスに変わる。 細胞子のバックアップとして機能するという仮説が立てられている。ネクロプトーシス経路には、主要エシン肢需要体1などの細胞子需要体が関連している。細胞肢生物学という用語は、細胞子の素因、先行、及び付随する、形態学的、生、科学的、及び分子的変化に関連する、生命過程、並びに、細胞肢の結果と組織応答を説明するために、 使用されてきた。この言葉は、ギリシャ語で、死を意味する、ニューイプシロンカッパロー、生命を意味するベータ、研究を意味するラムダガンマに由来する。この用語は、当初、細胞死に伴う変化を、マルチパラメーターのフローサイトメトリーやレーザー操作、サイトメトリーで検出及び測定することを講義に、定義するために作られた。これは、 細胞死に時のリアルタイムの変化を表現するために使用され、フローサイトメトリーによって検出される。ありがとうございます。